はい、いよいよ第2部が始まります。この第2部はですね、引き続き K スタイルさんの、音楽とそれとあのライブペイントの、コラボレーションを楽しんでいただきますということで、今回ライブペイントを担当していただきます、浜形工房の浜形工さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、あの絵本カーニバルとか、北九州のいろいろイベントのイラストとかを描いております浜形と申します。あの先日熊手商店街で120メートルの絵を描かせていただきました。よかったら見に来てやってください。あとはよろしく。はい、120メートルの、熊手銀店街のあのアートですね、ちょっと私が無茶ぶりをしてですね、はい、あの書いていただきました。熊手銀店街 の, あのそのアートをですね、あの見たい方はですね、ぜひあさって町ごと忘年会っていうのを、5時から、やりますので、ぜひ来ていただければなと。でまた浜形さんもね、そこでさらにライブペイントをやっていただくということで、ですがまあ今日はまず、1回目のライブペイントといいますかということで、テーマの方だけ一言お願いいたします。テーマですか。ですね、クラシック大好きなので、やっぱりクラシックの音楽と共演できるっていうのが、超感激なんで、その気持ちと皆さんを一緒に描いてます。よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。それでは、K スタイルミュージックの木村さんにお渡しします。メリークリスマス。今からですね、2部なんですけれども、残念ながらクラシックの曲はですね、1曲も出てこない感じになっちゃいますけれども、よろしくどうぞお願いいたします。ということでですね、2部はもう気軽にですね、皆さんに、もうお酒も飲んでいただいていますしですね、もう本当にリラックスして音楽を楽しんでいただきたいなと、思います。音楽は言葉がいらないのでですね、とても便利なんですけれども、曲は何が出てくるかお楽しみにしながら、聞いてみてください。あまり聞きたくないかもしれませんけど、私のおしゃべりは漏れなくついてまいりますので、それではキムサンタをお届けしますけれども、ではそろそろいいですか。はい、かわいいでしょ。心から始まります。
ありがとうございました。1曲目はですね、スーパーマンのテーマをお届けいたしました。僕はもう未だにサンタクロースは信じてますので、どうかサンタさん、僕はスーパーマンになりたい、夢叶えていただきたいなと思いますけれども、はい、今笑うとこですので、もうどうぞ笑ってください。恥ずかしいな。さて、まあこういう曲も演奏するんですけれども、まあこうバイオリンとかピアノとかなんとかっていうとですね、まあ堅苦しいとか、まあ気難しいとかって皆さんは思われがちだと思いますけれども、どうぞそんなことはないんじゃないかなと僕たちはいつも思って演奏してるんですけれども、まあそれで我々のまあ活動のメインはですね、まあ身近に音楽をだったんですけれども、少し改めましてもっと身近に音楽をになったんですが、そうです。それでちょうどですね、この冬になってくるとですね、思い出すんですけれども、3年ぐらい前にですね、こういう人数で1台の車に乗って日本一周の旅に出かけました。でそれはストリートライブをして回ったんですけれども、まあ、年末暇なんで旅行行こう、旅行行くなら楽器持っていこう、楽器持っていくんだったら日本一周しようということで、行ったんですけれども、まあその時に日本中をこう身近に音楽にして帰ってくるぞっていうような意気込みで行ったんですけれども、どうもそういうわけにはいきませんで、もう地道にですね活動していこうとその時に思ったんですけれども、それでその時にですね一つ曲を作ってもらいました。でこれだけ日本にはオーケストラとかこういうアンサンブルの団体というのはたくさんあるんですけれども、テーマ曲を持ってるってとこないんですよね。そこに僕は目をつけまして、そしたらもう誰もやってないんだったら僕たちが最初にやろうと思いまして、テーマ曲を作りました。それはクローバーという曲なんですけれども、それを今からお届けしてみようと思います。Thank you.
どうもありがとうございました。クローバーという曲をお届けいたしました。この曲がですね、いつかテレビやラジオで流れるとですね、いいですねと、思っておりますけれども、皆さんにとって口ずさめるようなですね、メロディーになっていったらいいかなと、思いますけれども、今日の、メンバーをですねここで紹介したいなと思いますけれども、そのなんていうんですかね、そのちょっと表現しきれませんけれども、そのドレスにこう真っ赤なものをつけてかぶってますサンタクロースのような小島香織子です。そして、ちょっと僕はワンピース見てないので、キャラクターの名前は分かりませんけれども、チョッパー桜の高志です。そしてちょっとサンタのおじさんと今日はみんなにプレゼントを配りに行くのは嫌だよっていうのはトナカイの後藤慎介です。多分皆さんどんな声してるんだろうってすごい疑問に思われてると思うんですよ。ちょっと喋ってみようか。嫌だって言ってますね。では先に行きましょう。今日はですね、実はこのクローバーを作ったのはですね、この、こちらもちょっと若いサンタに負けじと頑張っている一番最年長の、違いますね。川崎美香です。この大先生がこのクローバーをお作りになられまして、今日我々が演奏している楽譜のすべてを先生がお作りになられてですね、我々とても助かっております。どうもいつもありがとうございます。もう年の瀬ですので、どうもありがとうございます。そういうようなですね、まあ、愉快な仲間たちなんですけれども、やっぱりこう、いい仲間だからいい音楽ができなくて、いい音楽ができるのでいい仲間になってて、多分まあ僕はみんなの中では多分お兄ちゃんなような感じで、可愛い弟妹たちがですねいっぱいいて、でもこの可愛い弟妹たちは実はこう世間では身分の保証というのがないんですね。なのでそれを今から頑張ってですね作っていきたいなと思っております。さて続いてお届けするのはですね、そのちょっと我々が日本一周にちょっと行ってた時に車の中で聴いてた曲集をですね3曲ぐらいにまとめておりますので、それを皆さんに聴いてもらってですね、僕たちがどんな音楽を日頃聴くんだろうっていうのをちょっと味わってもらいたいなと、思います。Thank you.
まあ、という感じでこういう音楽をずっと聴いてました。もうどうせですね、最初はやっぱりこうなんか真面目な印象を多分受けられると思うんですけれども、やっぱりそのうち素がバレるかなと思ってもうバレるんだったら早く出した方がいいかなとですね思っているんですけれども、別に演技じゃなくて多分これみんな本当楽しんでやってるつもりですよね。ね、楽しいよね。楽しいですよね。どうもありがとうございます。なんていうんですかね、我々のこれからの活動のもう一つの目的としては、音楽家であるんですけれども、やはりこう一人の人間だと思いますですね。そしてちょっといいこと言ったような感じになったけど日本人だと思います。で、本当に日本州に行った時に思ったんですけれども、それぞれのですね、やっぱりこう風景やいろいろなものがあったり、日本は四季がありますよね。私は四季者なんですけど、本当はそっちの四季じゃなくて春夏秋冬の四季なんですけれども、もうみんな笑ってくれないんだよ。本当にそういう日本にもですね、いろいろな有名なメロディーがたくさんあるんですけれども、そういうこともたくさんこれから残していきたいなと思っております。そういうことでですね、今日はちょっと季節は今日今寒いので、少しこう暑い時のまったりした感じの曲で、浜辺の歌をですねお届けしたいなと思います。これは浜辺の歌の中に、ドボルザークっていう人が作りましたシンフォニーのですね新世界ですね、大阪の新世界じゃなくてですね、あれはい、ちょっと今日はちょっと口が余計になんかちょっと動いてますけれども、その浜辺の歌のメロディーの中に途中に新世界のですねメロディーが出てきます。家路ですね、それが出てきますので、少しお楽しみいただければと思います。
どうもありがとうございました。続いてはですね、我々のオリジナル曲もう一曲お届けしたいなと思うんですけれども、僕はもうですね大学の時にちょっと作った曲を、アレンジしてもらったんですけれども、いつか見た空というタイトルがついていまして、いつも見上げる空もですね、今見た空と、1分後見た空ではですね全然違う姿をしてるんじゃないかなって、思うんですけれども、今日はせっかくクリスマスイブということですので、そういうなんていうんですか、先ほどもちらっといろいろなクリスマスにまつわるトークも出てましたけれども、皆さんが今何を大切にしているかとかですね、なんかそういうことを思い浮かべながら、本当に当たり前なことっていうのは当たり前に来ないっていうことを一番この曲では言いたいつもりなんですけれども、そういう皆さんの大切な人やですね大切なものとか大切なこととかなんか思い浮かべながら聞いていただきたいなと思います。それではいつか見た空をお届けいたします。ありがとうございました。いつか見た空という、曲をお届けいたしました。しっとりした曲ばっかり続いてもですねあれですので、なんとなく今日はクリスマスイブということでして、なんとなくクリスマスっていうとですね僕の中にはどうしてもケンタッキーとかアメリカとかですねどうしてもそっちが思い浮かびまして、ちょっとなんかこうアメリカに絡んだ感じでですね行きたいなと思ってるんですけれども、そういうのとこう、我々のこう今の生活っていうのは、
まあ、冒険のようなものなので、まあ、そういうのをうまく組み合わせてパイレーツ・オブ・カリビアンお届けしたいなと思います。偶然今日 の, あ の, この始まる前の音楽もですねパイレーツ・オブ・カリビアンだったのでこれはいいなと思ってですね今日は縁がありますね。素敵です。それでは、パイレーツ・オブ・カリビアンをですねお届けしたいなと思います。Thank you.
うもありがとうございました。パイレーツオブカリビアンをですね、お届けいたしました。時間はあっという間に経ちましてですね、次の曲が、最後の曲になります。で、まあ、なんとなく今日は本当に聖なる夜ですので、なんとなくこうしっとりした感じでですね、最後は終わりたいなと思いますけれども、サラ・ブライトマンという人がですね、ボカリーズって言ってアイウェオで、アイウェオじゃなくてですね、アイウェオのアだけを使って、母音をですね、要するに使って歌うんですけれども、まあ、坂の上の雲っていうところで使われていました、スタンドアローンっていう、曲をですね、最後に、お届けしたいなと思います。まあ、なぜこの曲を最後に選ぶかっていうのは、スタンドアローンっていう、まあ、言葉は、まあ、独り立ちなんですけれども、まあ、本当に我々はまずこう我々っていう存在がいるっていうことをまず皆さんに知っていただきたいなって思います。まあ、我々は皆さんに夢をお届けする職業ではありますけれども、やはりこう我々には我々の現実が、まあ、ありまして、まあ、もうこの2人は、ね、特にやっぱり男ですし、やっぱりこう音楽が好きで好きでたまらない2人なんですよね。だよねだよねね、本当にサンタクロースさんがいるならば僕たちに安心して暮らしをくださいというですね、半分冗談のような半分本当のような感じなんですけれども、まあ、本当に早く独り立ちしてですね、まあ、本当にこう特に男はね、守っていくものもあるしですね、今から一緒にみんなで頑張っていこうな、よしと思っております。で、また受付の方とかにもですね、次のコンサートのチラシとかですねありますけれども、まあ、本当に小倉で言いますと、来年の年明けて1月の14日にリーガロイヤルホテルさんの方でニューイヤーコンサートをさせていただくんですけれども、今日ね、街 の, ね、リーガロイヤルさんのこうあそこにですね、大きな垂れ幕でですね、私たちの名前がこう書かれてあってですね、やばいなっていうような感じでしたですけれども、もうリーガロイヤルに行くとですね、もう僕のちょっと写真とかもあるので、あとあまりちょっとあの雰囲気に出るとちょっと街であって言われたらですね、あんま変なことできないなっていう、すみません冗談はさておき、そういうわけで、最後に、スタンドアローンお届けいたします。本日は最後までありがとうございました。Thank you.
温かい、拍手、本当にありがとうございました。皆様に元気になっていただけるように、そして僕たちも元気になれるように、アンコールにお答えいたしまして、我々のコンサートの最後で、コンサートの最後にはいつもこの曲で終わるんですけれども、博士太郎さんの情熱大陸を演奏して、お別れにしたいなと思います。皆さんどうぞ、素敵なクリスマスをお過ごしください。メリークリスマス。
どうもありがとうございました。これからも K スタイルミュージックよろしくお願いします。よろしくどうぞお願いします。ではもう一曲だけ演奏させてもらっていいですか。演奏する曲はですね、光あるときという曲です。この曲は、我々のオーケストラの、テーマ曲にもなってますけれども、まあ嫌なことや辛いことがあっても頑張り続けていればいつかはトンネルから出るかなっていうような、そういう希望がこもったとても温かい曲だと思います。そして皆様に何かを感じてもらって温かい気持ちで、今日ですね終わることができたらいいかなと、思います。それでは聴いてください。光ある時を。受付の方にですね次のコンサート の, あのチラシとですね、CD を置かせていただいているんですけれども、CD には、クローバーはじめ、初めと言いますか情熱大陸とサウンドオブミュージック3曲入りなんですけれども、置いております。でこれはあの非売品でして、あの我々の活動に対して賛同していただいた方に、あの、まあ、できればあのワンコインとかですね、あの野口英世さんとか入れていただけますとあの1枚差し上げたいなと思っておりまして、こ の, あのお金の使い道はですね、例えば離島とか、まあ、すごい山奥とかですね、病院とか、例えばそういう音楽があの届けにくいところに我々がこう積極的に行けるような活動資金にしようとも思っておりますので、あの我々の活動にご賛同いただきましたら、あのよろしくどうぞあの CD をですね、あの持って帰っていただきたいなと、思います。ではこれで我々のプログラムはすべて終了になりますので、 PR
あ、演奏するところの PR はですね、1月の、6と13にですね、6は、若松ですね、若松の、古川産業さんの、ホールでありまして、1月の13日はですね、門司港レトロの、何でしたっけ、大阪商船のですね、ホールで、ございますので、よろしくお願いいたします。以上なような感じになっておりますので、本日はどうもありがとうございました。ケースタルの皆さん、どうもありがとうございました。今一度大きな拍手をよろしくお願いします。ありがとうございます。では、ですね、K スタイルの、音楽を聴きいただきましたところで、皆さんお忘れなきを、浜方浩先生のですね、絵が完成しております。皆さんぜひ壁の方にご注目をと。浜方さん、できればちょっとこっちに来ていただいて、ちょっと絵の説明などをですね、そうしていただければなと思いますが、お疲れ様ですいや、無理な説明はね、逆にあれなんですけれども、いかがですか。はい、いや、楽しかったです楽しかったですか今日はね、クラシック音楽ではなかったですけども、素敵な音楽で、いや、もうね、クローバーもツリーの上にちょっとねいや、よかったな、楽しかったですか。です。ありがとうございましたありがとうございます。じゃあ浜方さんのですね、今後の活動等などちょっと PR していただければと思いますので、よろしくお願いします。27日から1月の15日まで、井筒屋の黒崎の井筒屋の5階のですね、新種服売り場のほんの片隅で僕も1日1枚毎日絵を更新してるんですけど、そう、それの展示会を、もう2畳ぐらいのところにびっしり置きますんで、よかったら見に来てください。はい、井筒屋は黒崎井筒屋ですか。黒崎井筒屋の紳士服売り場の、片隅で1枚ずつ毎日更新してる絵が、まあある程度、全部は無理なんで、ね、あるということですので、ぜひ、黒崎にお越しの際は、ご覧いただければなと思います。で、また1月26日、浜方さんがですね、また黒崎の熊手銀天街の方でまたライブペイント、されますので、またそちらも合わせて、来ていただければなというふうに思います。それでは、イベント、はい、そうですね、会場に、残って、くださる方はですね、まだまだ、おでんとかですね、飲み物とかありますので、ぜひぜひ残っていただいてですね、またリコー君がまたライブしてくださるそうなので、ですよねって、あ、聞いてないかはい、やるそうなので、またですね、引き続き、楽しんでいただければなと思います。また視聴者の皆さんは、ここで一旦、お別れということになりますが、ね、浜方先生の絵を、ご覧いただきながら、お別れとなります。それでは、今夜も見ていただきありがとうございました。さようなら。